ッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサンイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。始まりました、キックオフサンイン。ナビゲーターの岡村翔子です。この番組はガイナーレ鳥取をはじめ、サンインのサッカーにまつわるさまざまな話題をお届けしていきます。サッカーの魅力をたっぷりとお伝えしていきますよ。それではまずはこちらです。特別企画 G ダマシー楽しいここだけの話しーよ。すみません。さて今日はですね、セセ選手、東條選手、坂本選手に来ていただきました。このお三方呼んだ理由分かりますか？ガイナーレユースの3年生、2年生、1年生ですね。正解です。そう、3人はガイナーレユースで先輩後輩だった間柄なんです。 J3 ガイナーレ鳥取は今シーズン第10節を終了した時点で3勝2敗5分け、20チーム中9位で上位を狙える位置につけています。クロスバーに当たってもう一度ダイレクト、東條敦樹 J 初ゴール。東條選手は今季入団して初ゴールを決め、セセ選手は強烈なミドルシュートを武器に攻撃の起点としてもチームに貢献。ガイナーレユース出身の選手がトップチームでも活躍の場を広げているのです。ということで今日は知っているようで知らないユースの世界に迫ります。サッカーに詳しくない方もいらっしゃると思うんで、改めてユースをご紹介いただけますか？はい、高校年代のガイナーレのチームっていうことですね。つまりユースとはクラブが運営する高校生チームのことで、ユースに入るルートは主に3つです。 1. 中学生年代であるジュニアユースからの昇格。ただし全員が昇格できるわけではなく、チーム側から声をかけます。 2. セレクションへの参加、いわゆる入団テストのようなもので、中学3年生であれば参加できます。そして3つ目がスカウトです。高校の部活、サッカー部、いわゆる高校サッカーとユース、これどう違うんですか？まあ、そのトップチームのアカデミーっていう形なんで、まあ、練習参加だったりとかっていうのも含めて、まあ、プロサッカー選手に近いっていう意味で、まあ、そこは大きな違いかなとは思います。高校よりも上下関係はどちらかといえばあんまなくて、で多分スタッフとかとの距離も近いと思うんですよ、高校サッカーよりは。はいはい、ただその東條さん、高校サッカーっていうとね、日本テレビ系列高校サッカー選手権でテレビ中継もやってですね、感動をもらえるんですけど、我々ああいう世界は特に憧れは、やっぱ注目されるし、あそこに立ってみたいって思う気持ちはありました。選手権出てた選手、嫉妬したりも？嫉妬はないですけど、まあでもいいなと思いました。あ、いいなと思ったんですか、やっぱり。まあ、やっぱサッカーに知らない人たちからすると、多分ガイナーレユースが全国出たとか多分分かんないと思うんで、テレビもやんないし。そうですね。まあ、北高が全国出た時の熱量と、自分らが全国で、まあ、ちょっと勝ったりしている時の雰囲気は、まあ差はあるなと思ってましたけどそうなんだ、はい、テレビ中継へのこの気持ちってユース選手のあるあるなのかもしれませんね。ではここでガイナーレ鳥取のユースあるあるを一つ。火曜の午後は静か。一体どういうことなんでしょうか？なんか週に1回走る日があったんですよね。火曜日は走りが多かったんですけど、その学校で普通にみんなワイワイしてるんですけど、火曜日の午後になったらみんなもうめっちゃ静かになって、その力を蓄えるようになるみたいなのはあったっすね
無駄な体力使わない。東條さん、その覚えてますか？覚えてます。憂鬱でした？憂鬱っすね。雨降んないかなと思ってました。ボールあって多分めっちゃ走ってきつい練習とかならいいんですけど、素走りはきつかったっすね。ただ走るっていうのはね、はい、お三方当然ね学年が一個ずつ違いますけど一緒にプレーしたんですよね。一緒にしてました。なんか思い出ありますか？試合でもプレーでも。まあつきが点取っ何だったっけな、全国の点取った試合なかったっけ、熊本かな。その時はうまいなと思ったのは覚えてます。その時は、その時はその時もか、その時も。ガイナーレには自宅から通えない選手のために寮があり、瀬瀬選手と東條選手も入っていました。どんな生活だったのでしょうか？まあ、寮は結構楽しかったなっていう。おう、まあ、普通に友達とかと一緒に暮らしてるみたいな感じなんで、はい、休みとか結構雪で休校になったりした時も普通に家に、まあ、友達がいる感覚なんで。何してたんですかその時？何してた？雪で休みの時はとみんなで公園で鬼ごっこしたりとか。ほんとしましたね。雪だけど外で鬼ごっこ、ほんともう雪積もってる中でやってました、うん、子供ですよ。恥ずかしい。暇すぎてな、やっぱ中にいるのは。本当に。他にどんなことしたんですか雪で遊ぶ以外は？な、結構廊下長いんで、はい、そこで野球みたいなのしたり。野球野球サッカーのユースチームが廊下で どんな野球ですか？まあ、バッとはなんかバットあったりか、バットなんか赤いバットがあったなんかバットあるんでプラスチック、はい、はい、それ廊下の端から廊下の端でピッチャーとキャッチャーとバッターみたいなんでやることあったっす。なんかいいですね。やってました。寮生活、はい、ご飯なんかどうしてたんですか寮で？その当時自分たちの寮は岡山屋旅館っていう旅館の3階が寮みたいになってて、はい、でなんでそこの旅館でご飯出してもらって。結構食べてたんでしょ当時？いや自分はいつも食べるのが遅いって怒られてましたね。そうなんだ。おばちゃんに、はい、そうです。どれぐらいかけてたんですか？一番長い時ほんと1時間ぐらいは食べてましたね。1時間も食べるもありますよそんな。いやなんか、うん、よく言われてたのはおばちゃんに箸置くなって言われてて自分食べ口に入れてこれがなくなるまでずっと箸を置いてこうやってもぐもぐして食べ終わったらもう一回食べてで箸を置いてみたいなやってたんですけど、はいはい、箸を置くのはよく言われてました。でもよく噛んで食べるから食育には良さそうですけど。あ、そうす、今だよね。そうですね。そんな当時の寮は廃業することが決まっていた旅館。瀬瀬選手らが住んでいた頃はまだ常連客が宿泊するときに限って営業していたそうです。そのためこんなことも。3階が全部その寮みたいになってて、で2階がその宿泊客がいてみたいな。たまになんか酔ったおっさんがちょっと上がってきてなんかその2階と3階の間の階段の踊り場っていうかなんていうか分かんないけど、そこに来てなんか話したりはたまにしてました。どんな話するんですかその酔っ払った。全然覚えてないですけど、まあ、頑張れよみたいな感じのことなんだと思うんですけど。前向きなコメント。そうそうそうでもモテたでしょみんな。どうですかリアルに？一番 K じゃないですかモテたな。リアルに K さん。リアルにはまあ頭いいし、うん、まあスポーツガイナーリユースだし、はい、でまあかっこいい方だと思うんで確かに爽やかイケメンですよね、はい、爽やかなんで、はい、まあなんか結構女の子と一緒に廊下歩いてるのは何回か見たことあるかなって感じがあるっすけど。女の子と一緒に廊下歩いてる。そんなことしてました。こっちは廊下で野球してるんですよすごい対比してたかな。ご自覚ありますか？どうですか坂本さん。クラスが一クラスで人数も16、17人ぐらいだったんで、はいはい、それずっと3年間一緒だったんで、うん、まあ、その分仲は良かったですね。例えばバレンタインのチョコの数はせせさん何個ぐらい？いや全然っすよ一番もらった時に。でも 1,2 個じゃないですか。 1,2 個本命ですよね。いや分かんないっすよ。いやいやいや分かるはず
本命でしょ。いやでも本命ではないと思います。本当に、はい、東條さんは何個目いやーマジ毎年寮のおばちゃんからもらっただけですそれ入れてなかったっすそれ入れて、まあ、3個ぐらいですかね。さあお待たせいたしましたモテ男何個でしょう。2、3個とかですよ。そんな多くないです。そんなこと俺って顔してますよ、瀬田さんが今。ほら、東條さんも、まあ、2、3個だとしても多分全部本命だと思うんでユースのこと少し分かっていただけましたか。ガイナーレ鳥取のユースのセレクション、今年は7月2日に行われる予定だそうです。ここからは私ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えします。 GO! 広報部。ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りな話、意外な話など選手や試合以外の話題をお伝えしていきます。今日の企画はこちら、 2023J リーグシャレンオーズ受賞。シャレンとは全国60のクラブが行っているさまざまな社会連携活動のことで、ガイナーレ鳥取は復活公園遊びやシバフルの2つのシャレンがつながった取り組みでエントリーしていたのですが、今月15日に発表がありまして見事ファンサポーター賞を受賞しました。ガイナーレはこれで4年連続の受賞となりまして、これは全60クラブ唯一です。それでは発表いたします。2023年 J リーグシャレンアウォーズファンサポーター選考賞に選ばれたのは、ガイナーレ鳥取の継続は笑顔なり、20年続けてつながった2つのシャレンです。おめでとうございます。ファンサポーター選考賞ということで、最多得票とお聞きしております。我々のホームタウンは鳥取県でございまして、全国で一番人口が少ないということを僕小さい時からずっと聞いてまいりました。そのクラブが数が一番多いということで、賞をいただけたことを本当にびっくりしておりますし、ちょっと正直慣れておりませんので、戸惑っております。続けていくことが本当に大切なことだと思っております。この受賞を励みにしてますます頑張ってまいりたいと思っております。ということで今日は復活公園遊びとシバフルなどのホームタウン活動を担当している内間と野口と一緒にお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは復活公園遊びとはどんな活動のことですか。はい、クラブの選手やスタッフがガキ大将のお兄ちゃんとなって遊びなどを通してですね、子どもたちの、健康に寄り添う活動となっています。いつ帰ってもいい、いつ来てもいい、誰が来ても仲間に入っていいっていう、あと準備いらず、手間いらず、道具もいらないっていうような昔ながらの公園をイメージした活動となっています。これからですね、また遊びの内容はどん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 進化していくと思うんですけど、まあ、基本は鬼ごっことかだるまさんが転んだとか誰でもできるような活動となっています。この活動はもう20年になると思いますが、苦労などはありましたか。そうですね、活動の当初は、公民館だったり本当に地域の公園に今の社長の塚野だったりとかクラブスタッフが飛び出していってゲリラで開催してたので、当日行ってみたら一人しかいないとかそんな時期もあったんですけど、もう今ではもう行った先々の、小学校だったり保育園だったり学年行事で多い時にはもう100人以上の子どもたちだったり保護者さんと一緒に公園遊びができていて、とても楽しい時間を共有させていただいています。一応今年はですね、米子市内の小学校の放課後児童クラブさんを中心に、回る予定となっております。ただ、公園遊びはもう本当にいつでも随時来てほしいっていう団体を募集していますので、クラブスタッフガイナーレに来てほしいっていうご要望があればご連絡いただけたらと思います。よろしくお願いします。もう一つの取り組みがシバフルです。どういう活動か教えてください。はい、サッカーとシバフはですね、とても切っても切れないぐらい縁が深いんですけど、でこのスタジアムを自分たちで管理して数年経った頃にですね、そのノウハウを生かして芝生を生産してみようということになりました。芝生で、街をいっぱいにして人を笑顔にいっぱいにしたいということで芝フルと名付けた、授業になります。
具体的にはどんなことをやっているんですか？はい、このオールガイナーレ野人スタジアムのある、弓ヶ浜半島は、砂地で、とても水はけの良い、地質になっているので、芝生の栽培に適しています。はい、なおかつですね、農業の担い手不足で耕作放棄地がたくさんできてしまっています。はい、なので、そこをお借りして、芝生を生産することで、まあ、自分たちの事業の目的でもあります芝生るもそうですけど、耕作放棄地を解消するという地域課題の解決につながるのではないかと思って、始めているところです。ただまあ芝生を生産するだけではなくて、イベントで、選手とか、それから小学校幼稚園の子どもたちと一緒に芝生を引いたりですね、その上で公園遊びをするということも、やったりしています。全国の J クラブのファンサポーターの皆さん、投票ありがとうございました。2023明治安田生命 J3 リーグ、ガイナーレ鳥取の次の試合は FC 今治とアウェイで対戦します。今日午後1時キックオフです。ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてまいりましたが、3位にはサッカーに情熱を燃やす人たちがまだまだたくさんいらっしゃいますよ。ということで、躍動サインサッカー。まずはフットサルの話題です。フットサルの全国リーグ F リーグ、参院で唯一このリーグに所属しているのが、島根県浜田市を拠点に活動しているポルセイド浜田。 F リーグにはディビジョン1とディビジョン2の2つのカテゴリーがあり、ポルセイド浜田は現在ディビジョン2。そのディビジョン2の今季リーグが来週の日曜日6月4日に開幕。その開幕戦でポルセイド浜田は石川県のヴィンセドール白山と対戦します。ディビジョン2は全9チーム、リーグ戦で優勝したチームがディビジョン1の最下位だったチームと入れ替え戦を行い、勝てば昇格となります。今年から監督になった村松と申します。今期の目標としてはこのクラブの歴史を引き継いで、今までの人たちの努力を引き継いで、こう新たな一歩を踏み出せる、そういった年にしたいと思っております。ポルセイド浜田というチーム名はポルトガル語で港という意味のポルトと、ギリシャ神話の海の神であるポセイドンを組み合わせて付けられました。浜田市の象徴ともいえる港と、神々の国島根からイメージしたそうです。そんな地元に根ざしたクラブを目指すポルセイド浜田は、小学1年生から3年生を対象にしたアカデミーや、小学4年生から6年生を対象にした U12 などで子どもたちの育成にも熱心に取り組んでいます。将来の目標はワールドカップに出ることです。将来の夢はプロサッカー選手です。ポルセイド浜田に所属している子どもたちはフットサルとサッカーを掛け持ちしていることが多いのですが、両方楽しみたいというだけではなく、サッカーに役立つからという理由もあるといいます。フットサルは狭いエリアでプレーするため、サッカーよりも精度を求められます。子どもの頃からフットサルをやることでボールコントロールや判断力が養われるからだそうです。サッカー王国ブラジルでは、子どもの頃からフットサルのスキルを磨くことがサッカーの上達にも大きく影響すると考えられているといいます。ポルセイド浜田は地元のフットサルを盛り上げるため、今年の春、中学生のカテゴリーである U15 を新設しました。実は浜田市には小学生のフットサルクラブはあるものの、中学生のクラブがなかったため、
競技を続けられない子どもたちがいたのです。そんな子どもたちの受け皿を作ろうと考えたのです。フットサルをしてみんなで全国大会に来たりです。このチームで全国大会へ行って有名なチームになりたいです。フットサルを通じてサッカー監督になりたいです。U15 の選手たちは今年7月の大会出場を目指すといいます。そしてポルセイド浜田のトップチームは島根県立体育館で行われるホームゲームで開幕戦を迎えます。6月4日午後2時キックオフです。ポルセイド浜田4番キャプテンの久保健司です。今シーズンは昨シーズン積み上げてきたものをベースにしながら上位に組み込んでいけるよう一戦一戦戦っていきます。応援よろしくお願いします。ディビジョン1昇格を目指して頑張ってください。続いては親子サッカー教室の話題です。先月島根県松江市で行われたのが親子コミュニケーションスクール。5歳から8歳までの子供を持つ親子が参加できるのですが、実はこのスクール従来のサッカー教室とは少し違います。サッカーを専門的に教えるのではなく、親子で一緒に体を動かして楽しむことを目的としているのです。指導者が子供に直接教えることがほとんどありません。子供と親のコミュニケーションを育み、子供とより良い関係を築くにはどのように接すればいいかを親に考えてもらうことも目的なのです。そのためプログラム内容は指導者から親に伝えられ、その内容を理解した上で親から子供に自分の言葉で伝える形になります。こうして親子の絆を深めてもらうのがこのスクールの特徴なのです。子供たちが仲間でしっかり力を合わせて頑張ってもらえるといいなと思います。お父さんどうだった？まあお父さんはね結構ね、だけどお母ちゃん運動苦手だよ。泳げないしね、サッカー得意じゃない。運動が得意じゃなくてもみんなで楽しめる親子コミュニケーションスクールは松江市で毎月1回行われています。ここでお知らせです。キックオフ参院では皆さんからのサッカー動画を募集しています。試合中の好プレー、珍プレーですとか、あとはリフティングチャレンジ、さらには可愛いちびっこのサッカー動画などなど、皆さんの楽しい動画をお待ちしています。送っていただいた動画はこの番組内で紹介します。応募方法など詳しくはキックオフ参院の番組ホームページをご覧ください。皆さんからの楽しい動画たくさんお待ちしていますよ。サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組キックオフ参院。来週も鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げていきます。お楽しみに。